わー、来たー、来たー。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ドドドン、バービー、クレヨラ、コンフェティ、スカートスタジオということで、こちらバービーちゃんのスカートがね、手作りできちゃうっていう機械っていうかマシンっていうか、そういうおもちゃです。しかもバービーちゃんのお人形までついてくるっていう、めちゃくちゃ豪華なセットです。クレヨラってさ、いろんなおもちゃとコラボしてて、個人的に結構好きで、もうクレヨラ大好き大好きなんですけども、今回はこちらでバービーちゃんのスカートを手作りしていきたいと思います。まずパッケージはこんな感じです。クレヨラとバービーのコラボ商品、可愛い女の子がバービーちゃんのスカートを作っています。で、嬉しいことにね、これスカート一つだけだと思ったら三つもついているみたいです。なので、たくさんスカートを作って遊ぶことができちゃいます。で、こっちには簡単な作り方ですね、そんなことも書いてあります。それでは早速開けていきましょう。そして中身はこちらです。パパパン、よいしょ。え、なかなか出てこないぞ。よっ、よっ、おいちょー。あとはバービーちゃん、セット内容はこちらです。この透明のやつ、この中がね、こうなんて言うんだろう、滑り台みたいなものが取り付いているやつが一つと、そしてこの黄色いの、これをここにはめて使うみたい。で、ちなみにここには引き出しがついています。二つ二段の引き出し。そしてさらにこのピンク色のやつ。これがね、穴開けパンチみたいになってて、後ろから見るとわかると思うんですけど、こんな感じで押すとね、キュッて穴開けパンチになっています。これがこの上に、これが本体になります。そしてあとはペンが3色。紫、水色、ピンク色。これもね、ここに入るようになってます。そしてシールが2シートと、マスキングテープ。あとはバービーちゃんのお人形。相変わらず美人さんのバービーちゃんですね。そしてあとこの袋には、細々したものがたくさん入ってます。これがスカート。そしてもう一個、こういうチュールタイプのスカート。そして説明書と、小さなポンポン。あとこれ何に使うんだろう、黒い布。そしてこちら、短冊の形に切られた紙でーす。いろんな色、折り紙みたいな感じ。そしてハンガーが2つ。あとこういうパーツが2つ。本体のここにくっつくみたいです。で、反対側はこれ。こんな感じで。そしてここにハンガーとかかけておけるみたい。あ、もう一個ハンガーあった。黄色いハンガーもありました。セット内容は以上です。それでは早速、スカート作りやってみたいと思います。で、まず、これですね。このスカートを、ここがね、なんかマジックテープで開くようになっているので、ここを開けます。開いたスカート、ここにね、差し込みます。で、ここにマジックテープがあるから、くっつくんですよね。こんな感じでペロンペロン。そしたら次、スカートに入れる具材を選んでいきます。で、ここの引き出しね、この折り紙を入れるための引き出しでした。せっかく出したので、まずはこの折り紙でスカートデコレーションしていきたいと思います。これをここに差し込みます。そしたらここの上のところ、ここをガチャンと押していきます。お、パチンって言った。これでオッケー。もったいないからこっち側もやっていこう。うわ、これを何枚か繰り返していきます。ガッチャンガッチャン、次黄色ガッチャンで、ガッチャンとガッチャンガッチャン、どうしようかな。あと紫にし、いや、どうしよう、紫にし、あ、じゃないや、青にしよう、青にしよう、青にガッチャン、もう一回ちゃんと、よし、こんなもんでいいでしょう。そうしたらね、ここに黄色いボタンがあるんですけど、これを押していきます。それでは押します。ポチッとな。あれ、ほっ、あれ、ちょっと待って、えいえい、あ、あ、出てきた。そうするとね、今ここでガッチャンしたやつが出てくるんですよ。出てくるはずなんですけど、詰まっちゃってんのかな。お、わー、来たー来たー。
わかったわかった、ジャーって今落ちてたんですけど。そうしたらね、ここの引き出し、ダンダダダダーン、この下に落ちてきます。そうしたらあとはもうここからこれを流し込んでいくだけです。この真ん中の先端がスコップみたいになってるから、綺麗にね、汚さずに落としやすい。で、取り外してこの入れたやつが逃げていかないようにしっかりと締めます。そしてあとは仕上げにシールとか、あと付属でついてきたペン、これを使ってさらにデコっていきます。紫でドットじゃないな、水玉模様を描いていきたいと思います。水玉。そしてこのなんだかわからなかったこの黒い布、これね、この描いたやつを消すための布なんだそうです。せっかくなのでちょっと消してみましょう。ゴシ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 、あんま消えないね。消えないと思ったらね、なんかお水が必要みたいです。お水をつけてこれでこすると消えるそうです。あ、めっちゃ綺麗に消えた。これで何度でも描き直せるんですね。これでスカート1枚目完成です。バービーちゃんに履かせるとこんな感じ。めっちゃ可愛くない？着せる前ね、ちょっとおもちゃっぽすぎないかなって若干思ってたんですけど、実際着せてみると結構可愛い。おしゃれおしゃれ。続いてバービーちゃんがもともと着ていたこのキラキラのスカートをにはめて、そして次はこのポンポン、これを入れていきます。ポンポンを入れるときはね、ここに三角の穴があるんですけど、ここにまず入れるそうです。ポンポン、あー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 、下ちょっと下見てて、ここにポンポン入れます。ポンポン入れるとこの一気に下に流れてくの。これ何のため？ほら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 、あー落ちちゃった。こんな感じ、下を通過してさっきのあのスコップのところに行ってるんだ。ここを開けるとタタタタタタ、ポンポンが来てます。そしてここに乗っかったポンポンをここから流し込みます。これさ、なんか普通に入れちゃった方が早いですね。いや、ダメだ、やめよう、普通に遊んじゃダメ。これがね、おもちゃで遊ぶっていうことなんですよね。ここにポンポン入れて、ポン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 ポーン、あれれれれ、ちょっと待って、こう詰まってる、入れすぎちゃったのかな。そして流し込みます。ポポーン、なんかハロウィンっぽいですね。めっちゃ可愛くない？これ、さっきは絵を描いたので、次はこのステッカーを貼っていこうと思います。いっぱい貼った方が賑やかで可愛いと思うので、この目も可愛いですよね。目と、あ、そうか、クレヨラだから多分クレヨンのシールが入ってるのかな。こんな感じでいっぱい貼ってみました。これね、剥がれるんですよね。だから何回でも貼り直しできちゃうっていう優れものです。2着目スカート、こんな感じです。じゃ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 んじゃじゃん。結構ベタベタにシール貼ってったんですけど、後ろのこのホログラム系の布派手だからかいっぱいシール貼ったんだけど、あんまりシール目立つ感じがなくて、むしろこれぐらい貼ってよかったかなって思います。さっきのスカートは普段着使いできそうなやつだけど、今回のはどっかお祭り騒ぎ系ですね。続いて3着目のスカート、これね、透け感のある素材だから、これこそポンポン入れると可愛いですよね。ギュッとはめ込んで、そしてポンポンを入れていきます。これがね、ちょっと難しいんですけど、こうやって入れて、これで中に入れます。あ、可愛い。やっぱこれ可愛いですね。このレースに入れるポンポン、あとこの余ってる髪もバッチンしていきたいと思います。ちょっと欲張って2、3枚入れたらできなかった。よいしょよいしょよし、それでこのボタンを押すと落ちますよ。いきますよ。あ、来た。はい、全部送り込まれました。これで目も下に入れます。ひょっと、よし、完成。でこれ多分さ、この上から重ねて着させるのも可愛いですよね。透けてるから多分1枚で着るの、そういうものでは
なさそうな気がします。重ね着スタイルこんな感じです。中のホログラムのキラキラが若干透けて見えてくるのがおしゃれではないでしょうか。あとね、これが少しだけ短い丈なので下のスカートがチラ見えして可愛いです。ということで今日はバービーとクレオラさんがコラボしたおもちゃコンフェティスカートスタジオでオリジナルのスカート作りをやっていきました。作り方がもうとにかく簡単ですね。なんか結構日本のおもちゃって地味に難しい作業があったりするんですけど、海外アメリカのおもちゃは、まあ、これが特別すごく簡単だったっていうだけかもしれないんですけど、ちっちゃい子供でも簡単に遊べるような感じになっていました。で、何回も何回もやり直しが効くっていうのがとてもいいなと思いますね。使い切りのおもちゃも最近多いので何度も何度も同じもので遊べるのっていいですよね。という感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。